千和法師高来図教がきかげ、千和法師高来図教とは、中国総王朝の女津義が編纂した、朝鮮半島の高来の師匠、全40巻。基礎の千和年間に、女津義は、高来に施設として派遣された。駒の国と会場に数ヶ月滞在し中国帰国後、見分した内容をこの書にまとめ、皇帝に検定した。書には、高来の歴史、政治制度、 社会の状況が記載されており、研究所当時の朝鮮半島市の重要資料である。千和法師高来図業の作者は、ジョツヨシで、彼の字は、明祝と言い,い、自信故事とこうした。ジョツヨシは、北宋姉の出身。海が、書道に火で、地方官を務めていた時、体操進む検証書学、行部院理論などの職を務めた。1123年、総王が政 北総は、長位のための施設団を高麗に派遣した。ジョツヨシはその一員だった。ジョツヨシは、駒の国と会場に数ヶ月間滞在し、中国帰国後、駒の国の成り立ちや政治制度、風俗と事物の様子について書き起こした、それぞれの章に絵画を添付させた。ジョツヨシが、千和法師高麗図経現状に記すところによると、彼自身が、死者の部を書き、これは、 古来の外交施設が見分した内容を継承し、書をもって、司法の志となすとの伝統的スタイルをとっている。九十もの高くて深いアーチに住み、四方万里まで遠く視察すること、諸事が手のひらにあるがごとしとの存在である。中国皇帝に使者を求め、外国の国情について深く理解した、というものである。ジョツヨシは、古来で、出身の機会を利用して、所持について質問し、 死者の職務を果たし、帰国後、字幕の及んだところによりいて、広く言われている内容を集め、中国と類似した部分は簡潔にし、異なっている部分を取り上げるようにした。1124年に完成し、304条、全40巻となった。別に、事物の形状については、解説に図を用い、後来の文物をわかりやすく紹介した。千和法師後来図形の内容。 このほか、四個前書版、千和法師高来図行では、真の人が編纂した形容があり、そこに付録として、総古小書行部員ウイロー、除機美ゆ上城。原本には図があったが、成功の変において失われた。中国と朝鮮半島の地理的地下者により、双方往来は頻繁だったが、中国では朝鮮半島方面の著作はあまり多くはなかった。 朝鮮半島関連著作としては、京葉屋式、京葉屋市史、京葉類児、朝鮮府、朝鮮図説、朝鮮史、朝鮮史略等々があるが、これらの書物は、些細な言及であったり、失われたりしているため、千和法師高来図業のみが唯一内容が最も、豊富であり、長く、世に伝えられて、今日の古代中世中間関係及び交通史の、最も珍奇な資料となっている。 本書で従来使われてきた、高ウに変えて、高麗を用いたことは、その後の中国の史書に影響した。千和法師高麗図業は1124年に成立し、原書は、ずっと文章から構成されていたが、成功の変において失われ、1167年、ジョツヨシの名のこの女が、主版となり、本書を出版した。すでに図版は失われていたが、図業の書名をそのまま用いた。 この本は現在台湾国立高級博物院に収蔵されている。早朝以後、民末まで開演の人定休中が序盤に基づき本書を再版した。以後心の編纂した四個全書に再録された。しかしいずれも脱老や動きが非常に多く、全本とは言い難い。1793年、旧県アワビ定白は、自家収蔵の小本と定休中が構成して出版し、 地不足、し総書に収録したただしわずかに錯語があり、未だ完全な前本とは言い難い内容である。ありがとうございます。